はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回もね、ダイソー行っていろいろ買ってきたんでご紹介いたしますね。穴埋めウッドパテ、色合いとしてはね、4色あったんですが、とりあえず3色買ってきました。ダークウォールナット、ジャックウッド、ナチュラル、あとね、白いのがありましたね。中間色がね、欲しい時には混ぜて使ういう形で書かれてますね。完全硬化時間は24時間です。色合いとしてはこんな感じでしょうかね。各ヘラがね、ついてますね、1個ずつ。絶対に当たらないランプの光、レベル3、これはね、マジックですね。セット内容はね、説明書、説明書ね、裏は何も書いてないですね。あとこういうキットが入ってますね。プラスチックのコップね、こういう形のが3個、LED が3本、ボタン電池が1個。はい、今説明書をね、読んでましたけど、まあ1回読んだだけですぐ分かりましたね。ちょっとやってみましょうかね。LED ランプが今赤ですね。次。これ緑ね。次、これも緑ですね。というんで、これシャッフルをね、かけますね。これ赤ですね。こういう風にシャッフルをかけて、赤はどれでしょうかってね、言われて、これがね、多分赤だったと思うんですけどね。これをじゃあつけてみましょうかね、いう形でね、これね、こうつけるとね、緑なんですよね。あ、残念でした、ってね、いう形になるんですね。これもね、つけてみましょうかね。これ緑ね。これも、こういう形でね、緑でしたね、いう、手品です。これってどんなんでしょうね。ネタバラシしていいんでしょうかね。まあ、ものすごくね、単純なんですけどね。まあ、いつもね、LED のあたりでよく私が言ってるんですけど、この足の長い方がね、プラスなんですね。電池がこれプラスね。で、こう、プラスとね、こう、電極を当てると赤色がつきますね。で、LED いうのはね、逆の電流にものすごい弱いんでね、普通は逆方向には電池をつけないんですけどね。これをこう、つけるとね、次行きましょう。もうそろそろジャガイモをね、収穫してやろうかなと思うんで、場所が空くんでね、大根ミックスとオクラ買ってきましたね。大根ミックスはね、時期的に OK なんですけど、これ、オクラがちょっとね、ギリギリですね。早めに巻かないと。LED 懐中電灯、パワフルに広がる光、拡散性に優れた LED 搭載ということでね。まあ普通ね、懐中電灯最近買いましたら、スポット的なのが多いんでね。まあ広がる懐中電灯欲しかったんで、どれぐらい広がるかちょっと楽しみなんですけどね。連続使用の目安時間がね、20時間から24時間。単三電池が2本ですね。中の構成部品はこんな感じですね。プッシュスイッチ。あと LED。抵抗がね、1個ついてます。単三電池が2本、単四電池が3本。明るさとしてはね、やっぱりこれ単三電池2本なんでね、ちょっと暗いですね。なおかつね、廃光に関してはね、スポット的ですね。もう同じですね。あんまり広がらないですね。指怪我した時なんかにね、保護する指保護サック。直径がね、18ミリ対応 M サイズですね。S、M、L がありました。
22ピース入ってます。いつも買ってるブロックサンダー、これね結構重宝するんですよね。こことここの面以外は全身サンダーになってますね。ボルトナットワッシャーセット、まあこれ生クラなんでね、力の加わるところにはねあんまり使用しない方がいいかもわかりませんね。まあメイドイン台湾なんでちょっととは期待できるかなと。ソーラーダンシング、まあただ単なるね心の癒し商品ですね。クリアパック 500ml×2 ピース、電子レンジ OK。 これプラスこれでね作成していきますね。本日は以上になります。ありがとうございました。失礼します。